人間が人間の遺伝子暗号をかけるわけがない。誰がわからないんです。しかしですね、遺伝子暗号がデタラメにかけるわけがない。体の設計図ですからですね。だいたい文字にするとですね、漫画の書物が何千冊分の情報が狭い狭い狭い空間に書かれておる。書き込まれるだけでそれが間違いなくオンとオフを繰りしながら働いてる。すごい世界があるなと思い出しました。実は聞いてほしいのはこれからなんですね。吉本の話などはもうどうでもいいですから非常に不思議な気がしておりました。誰が書いたのわからない。これ人知を超える世界がある。だから私はですね、神仏とちょっと言わずにですね、神仏と私科学者が言いますと、あいつはあれで終わりかもしれないとこう思います。本当はなことないんですけど、見えざる自然には二つあると考え出しました。私の方がよく知ってる自然、目に見える自然ですね。太陽とか、山とか川とか海とかですね。目に見えなくても測定できる自然。酸素とか水素。そういう問題があって、目に見えないけれども、非常に不思議な働きを自然がある。ということを思い出しました。そうすると考えますとですね、人間にとって本当に大切なものは目に見えないんじゃないか。心が目に見えませんね。命が目に見えない。すべての生き物に遺伝子暗号を書き込んで、それを間違いなく働かせるものに見えない。今私どもはですね、皆さん方どうか知らないけど、目に見えるものを、お金に換算できるもの、データができるものに価値を置いています。しかし本当に大切なものは目に見えない。金子みすゞさんという童謡詩人の中に、話の中に、昼の星は目に見えぬ。見えないけれどもあるんだよ。見えないもんでもあるんだよっていうのがありますが、私どもはですね、目に見えないもの、人知を超えるもの、そういうもののですね、ことをですね、おろそかにしてきたんじゃないかというふうに思い出しました。特に大震災でですね、私どもは、多くのことを学んだと思いますね。やっぱり大自然の不思議な偉大な力、で特に科学者はですね、やっぱ反省すべきなんですよ。地震の予知に50年間以上取り組んできた。私は元地震学会の会長と直後に会談しましたが、もう呆然自失ですね。全く予期できない天気ができて、それは地球というものがまだまだ私どもの知らないものがたくさんある。地球は46億年前からあるんですよ。46億年。人類ができたのはせいぜい20万年なんですよ。しかも近代科学っていうのはこの300年ぐらいなんですね。で46年前からある地球のことについて、私もまだほとんど知らないんです。知らない人とお金が来ませんから分かるように説明しておりますが、まあそういうことを感じ出しました。そしてこの大震災はですね、その私どもに見えないものの自然の恐ろしさと凄さを知らせてくれた本当に貴重な経験にしなきゃ、亡くなった人に申し訳ないと思ってますが、まあそういうですね、目に見えないそういうものの存在、私はそれを something great っていうふうに言ってきました。 something なんて英語使うかというと、私が英語できるのを見せびらかしてんじゃなくて外国の人にも分かってほしいと思うのと、今の日本の人間はですね、神も仏もあるものかと思っている人がおなりおられます。そういう人に聞いてほしいんですよ。あなたが信仰するしないはあなたの勝手なんです。しかし信仰するとかしないとかとほとんど無関係に、あなたの中にサムシングレートという働きがありますよ。あなたの遺伝子暗号を書いたのは人間ではないんです。サムシングレートとは何かわからんからサムシングって言ってるわけですけども、そういうものがなければ遺伝子暗号があの狭い空間ででたらめにかけるわけがないんです。